渡辺です。今日は雲から顔を出すヒマラヤ山脈、7000メートル超えの山々が100カ所以上というところで、ヒマラヤ山脈のお話をしたいと思います。こちらの写真、綺麗なヒマラヤ山脈の写真が出ていますけど、雲から顔を出しているヒマラヤ山脈、どれぐらい高いのかというところです。ヒマラヤ山脈というのは世界最高峰のエベレストがある山脈で、エベレストの標高というのは8848メートル、世界で一番高い山として知られています。ではそれでですね、まあ1位はエベレストなんですけど、世界で2番目に高い山はどこかご存知でしょうか。答えはカラコルム山脈の K2 という山です。カラコルム山脈、ヒマラヤ山脈の近くにある山脈です。で標高は8611メートル。実はこのカラコルム山脈も広い意味ではヒマラヤ山脈の一部になります。そして世界には8000メートルを超える山っていうのが14箇所もあるんですけど、そのうちの10箇所がヒマラヤ山脈にあって、残りの4箇所がこのカラコルム山脈にあります。でさらにですね、7000メートル級の山々を見ても、そのほとんどがこの2つの山脈、ヒマラヤ山脈とカラコルム山脈にあります。その数はなんとですね、100箇所以上、7000メートル級の山々が100箇所以上あります。これでですね、ヒマラヤ山脈一帯というのが地球の中でも特に特別に標高の高い場所であるということがよくわかると思います。ちなみにですね、標高7000メートルを超える山というのは、このユーラシア大陸のヒマラヤ山脈とその周辺の山脈、山岳部にしかなくてですね、でそれ以外で最も高い山というのは南米、南アメリカ大陸にあるアンデス山脈のアコンカグアという山です。こちらの標高が6959メートル。7000メートルはこのアジアのですね、ユーラシア大陸のヒマラヤ山脈とその周辺にしかない。エベレストはよく知られているんですけど、こんなにですね、高い山がこのヒマラヤ山脈あたりに集中しているっていうことはなかなか知らなかったんじゃないかなと思います。何か特別な理由があるのか。その通りでですね、この高い山がこれだけこの場所に集中しているというのにはやっぱり特別な理由があります。でその理由というのが、ここが、この場所が大陸が大陸の上に乗り上がっている場所である、それが理由です。実はですね、世界中の大陸というのは少しずつ少しずつ動いていて、ものすごく長い時間のスパンで見ると大陸がくっついたり離れたりしているんですね。プレートテクトニクスっていう話も聞いたことあるかもしれないんですけど、まあ、簡単に言えば大陸、陸地っていうのは一定の場所になくて動いているという、それは観測として分かっているわけです。観測として分かっているでもすごい遅いんですよ。1年でおおよそ10センチメートル以下という非常にゆっくりとした動きなので、私たち住んでいても生きていてもあまり実感はないです。あまりじゃないですね、全然実感はないです。さてそれで、ずっとずっと大昔、今から5000万年以上前と言われているんですけど、この頃にはヒマラヤ山脈のあたりで北側のユーラシア大陸と南側のインドっていうのが分かれていました。別々の大陸というか別々の陸地だったわけですね。でインド、まあ、南側がインドなんですけど、インドってこんなホームベースみたいな形してますよね。このインドって、まあ、大陸というにはちょっと小さすぎるので、インドア大陸という呼ばれ方をしています。で大陸の定義がですね、オーストラリアより大きい、オーストラリアが基準になっているんです。オーストラリアの大陸より大きいものを今は大陸と呼んでおります。でそしてこの南側にあったインドが、上がユーラシア大陸ですよ。で南側にインドがあって、この南側にあったインドがだんだん南の方から近づいてきてですね、このユーラシア大陸にぶつかってしまった。でその結果、こう布にシワができるようにですね、キュッとこう布を両端から寄せるとシワができますよね。シワができるようにヒマラヤ山脈のあたりが、ユーラシア大陸とインドがぶつかることによって、ヒマラヤ山脈のあたりがうねうねっとですね、この布にシワができるように盛り上がってしまった。
で、しかもその時のこのインドの移動速度っていうのが結構速かったんですね。1年で10センチから15センチメートルという速さだったので、他の大陸の動きと比べても特別に移動速度が大きかった。で、それで世界で最も高い山々ができてしまったというわけです。これぶつかってですね、インドがユーラシア大陸にぶつかって、その後どうなったのか、止まってそれで終わりかというところですけど、まだ実は止まってないんです。インドをぶつかってシワができて、ヒマラヤ山脈できて、その後ですね、実は今でもインドっていうのは少しずつ北側に向かって移動していて、そのせいでヒマラヤ山脈はちょっとずつ高くなっていると言われています。このちょっとずつ高くなっているっていうのもすごく微妙な変化なので、観測するのが難しいわけですね。まあそう言われています。でところで、旅客機、商業用の旅客機ですね、ジャンボジェットとか、まあ、飛んでますよね。あの飛行高度って1万メートル前後なんです。地上から1万メートル前後で、大体ですね、7500メートルから1万1000メートルの間を維持して飛ぶそうです。まあ、国際線はそうです。国内線であっても東京大阪間でも、まあ、7000メートルとかそれぐらいの高さまでは7500、8000とか上がってるわけですね。で、そしてですね、先ほどまで話題に出てきていたヒマラヤ山脈の山々の標高が8000メートルなわけです。8000メートル超えてる、8848ですからね、8000メートル超えてる。飛行機が1万メートル、まあ、7500から1万1000メートル飛んでいて、ヒマラヤ山脈は8000メートルを超えている。すごいですよね。これ飛行機のこと考えると本当にですね、ヒマラヤ山脈の高さっていうのはありえないくらい高いっていうことがよく実感できるのじゃないかなと思います。旅客機が飛んでいる高さまで歩いて登れてしまうんですね。こちらの写真もう一度見ていただきたいんですけれども、雲から顔を出すヒマラヤ山脈、この雲のから顔を出しているヒマラヤ山脈の高さっていうのが飛行機が飛んでる高さなわけです。この写真がですね、物語ってるのはヒマラヤ山脈っていうのは歩いて飛行機の高さまで行ける場所、まさにですね、天まで続く階段と言われるものです。で、それがヒマラヤ山脈です。今日はヒマラヤ山脈の本当に立派なヒマラヤ山脈の高い高いヒマラヤ山脈の高さについて、解説しました。どれほどヒマラヤ山脈がですね、特別な場所であって高い場所で、ありえないくらい高い場所であるのかっていうのが分かっていただけたんじゃないかなと思います。今日の話は以上になります。ありがとうございました。